皆さんこんにちは。24時間常時放送局のシャナナ TV がお届けするカンアラ情報局、メインパーソナリティの竹本香谷です。この番組は廃棄物処理と業界のあれこれをお伝えする何でもありのインターネット番組です。業界の方もそうでない方も廃棄物処理や管理について役に立つ情報を楽しみながら学べる30分となっております。今回はカンアラ情報局放送1周年ということで、カンアラメンバーで今まで出演していただいたゲストを振り返っていきたいと思います。それではカンアラ情報局始まります。その前に CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、今回も、カンアラ情報局放送1周年ということで、今回はゲスト振り返りということで、まずは寺井くん、はい、はい、浜田社長出演4回、楽しかったですね。楽しかったですね。まさにね、あのタイミングが法律の改正の時で、俺に時代がついてきたという名言を残されたのがすごい印象的でしたが、ね、あのどうですか、自分の会社の社長がこう4回もこうなんていうかな、改正法、まあね、太陽光パネルのリサイクルと、あと蛍光灯リサイクルと、そうですね、水銀の回と、はい、あと人材育成、そうですね、テーマに出ていただいたんですけど、はい、どうですか？まあ率直に よくこんだけ出てくれたというのはそうですよね、うん、出たかったんちゃうかな。ね、それも思います、思いますって言ってはこれ見られたらあれです。うちの浜田社長がそうですね、喋ってもらえたあの水銀とか蛍光灯のことが、はい、特に今年、うん、まあ、この1年とかトピックでは、うん、参拝の中では多かったっていうのと、そうですね、あとはあのやっぱり太陽光パネルでその先将来を見据えた時に、うん、うちが やろうとしていること、やりたいことっていうのがあの皆さんに発表できたっていうのは、うちの社長の方もかなり喜んでましたし、あの俺に時代がついてきたっていうセリフはいろんなあの講演の場とかでも最近聞くなと思うんですけど、あ、まあ、特に蛍光灯なんかではやっぱりその実感もありましたし、社長もあの時代がようやく本当についてきたっていうのが、10年ぐらい前にいろいろと蛍光灯発電機作った時には、うん、あのこんなの役に立たないって言われながら、でようやく本当に今それがあの日の目を見て、でそのまあ結果こう太陽光にも投資をするっていう戦略が間違ってないっていうのがやっぱり思っての発言かなというのは印象に残りましたね。はい、また、株式会社浜田さんをこう施設見学させてもらったりとか、カンアラも、すごくお世話になって、そうですね、だいぶ打ち押しでいて押していただいてありがたい限りですね。でまた、浜田社長が出てる、回もアーカイブで残ってますし、でその浜田さんの、ところに施設見学行かせていただいた時の、その時のね、放送回ではちょっと動画を流させてもらってるので、あの太陽光パネル の機械の動画を流させてもらってるので、また興味がある方はですね、アーカイブの方でご覧いただいたらいいかなというふうに思います。で、廃棄物処理業者の経営者といえば、他にも出てもらいました、あの乾栄一郎さんと馬場社長も面白かったですね、うん、先生、うん、そうですね、で、ロケットと少年院出生後の更生支援についてということで、うん、うん、ロケットの方はね、また今年の8月にね、実はね、廃棄物のプラスチックから飛ばす計画があるんですわ。8月に8月に。それね、まあ、あのこの後また計画してみて、もしそれ追っていけるんであれば、ゴミ、廃棄物のプラスチックを燃料としたロケットを柏原で飛ばすね、そこで。ああ、そうなんですか。飛ばすから、それロケ行ってもいいなとは思ってます。はい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 、面白そうですね。それ、うん、だから、あの前も言ったけども、バック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアンという、うんうんうん、あれゴミ入れて燃料してピュッとこうタイムマシンになってね、はい、行くように、それは一つの夢であるから、うん、まあ、どんな物質にもカロリーがあるから、ね、はい、
その技術が追いついてきてないだけでね、それをこうエネルギーに変える技術がなかなか効率が悪いとかいうことで追いついてないだけで将来はなるかもしれんという、ひょっとしたらこれが、ね、日本 その廃棄物から燃料を作るロケット燃料よ、ロケット燃料ってすごい性能なんだから、それをのスタートかもしれんからね。また私はこれ個人的な興味でもあるから、いっぺんやってみようと思います。行ってみようと思います。そのロケット飛ばすまでのね、はい、プロセスで、できたらそれあのロケやってここでもね、皆さんに見せられるんであればまた来ていただいたらいいかなと思ってます。はい。で二つ目がその、少年院から出てきたね、はい、方を更生施設として受け入れてるというね。うん、でまあまあこれはまたちょっとこの環境とはちょっとね離れるかもしれんけども、我々業界なかなか人手不足じゃないですか、はい、そういう中で受け入れることができればいいなということでやってあります、うん、で実はあの放送の後、はい、MBS で夜2回やったよあれ、あの人のこと、うん、みっちゃん言うけどね、みっちゃんのロケやってる2回あの猫を描く男の子のやつですよね。そうそうそう、うんうん、彼ね、彼と、うん、であのニリさんとでその、そういう支援をしてる黒川さんから言ってて、はい、そのテーマでロケを2回やってたかな、放送を。だからそういう受け入れ施設も大事かなっていうことをここでねちょっとお話させてもら、はい、もらったかなってことですね。はいはいはい、まあね、またあのロケットの、話で乾社長には、うん、またねご出演いただいたりとか、そうと、うん、本人もね実はあの放送見て、うん、多いなわけやカチカチでもそうすごく緊張されてますもんね、何て、うん、か分からんの、今度はうまくやるから岩瀬さんなんとか台本書いてって言われてるし、それはこの8月にロケット飛ばすんやったらそれ合わせてねできればやりましょうかっていう話はしてるんや。そうですね、うん、まあ、8月の前にねあの来ていただいて、うん、でその見てる方がもし興味がある方がいればね、そうそうそう、8月一緒にそのロケットを飛ばしに行くので、ね、見に行っても面白いかなというふうに思うので、またねスケジュール調整してもらって、はい、台本しっかり作ってもらいたいなと思います。本当に本人はね不本意やったことをね悔やんでましたねでも本当にね、であとは、まあ、一応産業廃棄物処理業者の経営者でもあるんですが、私が所属する青年部の方からですね、全国産業廃棄物連合会青年部協議会の中田会長と滝本近畿ブロック長もお正月一発目の放送でねゲストに来ていただいて、で次世代に引き継いでいく業界について熱く語ってもらいましたね。確かこの時も名言が出たんですよ、滝本ブロック長近畿ブロック長から人生にバックギアはないかなんか出てですね、それ もう結構ね、社長さん皆さん名言出しはるんでね、まあまあ面白いヤンキーっぽくていいですそれね、滝本近畿ブロック長は和歌山の方で、うんうん、先生もねよくご存知な、はいはい、はい、社長さんですけども、うん、であと経営者つながりで言えばいろんな業界名物社長ご存知な廃棄物コンサルの重鎮のお二人覚えてます？上川寺さん、はい、石渡さんね、お二人とはね寺井君の会社にも施設見学一緒に行ったりとかしましたが、変わらず威圧感すごかったでしょ寺井君。すごかったですねうちの工場を見る目がもう普通の見学の目じゃなかったですもんね稽古との朝駅ね、そう盛り上がったあれ、ね、めっちゃ盛り上がった、いいとこも悪いとこもご指摘いただいて、はい、ああいうことね、はい、でもおかげさまでその石原先生とか上川さんからアドバイスいただいたところを元にうちの朝駅もこうリニューアル今、うん、実はしてるんですよ、ね、おちょっと今日午前中その会議したんですけどなるほど、かなり威圧感すごかったですし、普通のねお客さんじゃないんで見られる箇所とかやっぱ指摘される箇所とかも勉強になりましたね。すごいなんか社員さんね捕まってましたもんね。捕まってました ねすごいグイグイ聞かれてグイグイあの会話もらってもこれなんや言われてましたもんね。そうですねあんなに聞かれたことないって言ってましたね。うん、でも私ね寺井くんの会社で初めて知ったことがあって、寺井くんの会社で洗濯機転がってたん、うん、覚えてます先生、うん、でこれ洗濯機なんでここにあんねんって石渡さんか誰かが突っ込んでて、家電リサイクルのね、うん、そうですね、ルートに乗せなあかんのになんでここに転がってんねんみたいなこと言った時に、うん、いやいやその家電リサイクルに乗せようと思ったら規格があるんですよね、うん、家電ので、その規格外のやつが
ここにあるんですっていうような説明をされた時に、家電リサイクルの、 あのシステムに載せるにも規格があるんやと、うん、家電の、うん、メーカーごとにね、うん、そうなんです、うん、企画持って行って日通さんとかに弾かれたりするんですね、うん、回収拠点で、うん、これはちょっと対象外なんで、うん、それを初めて知って、うん、ああそうなんやと、全部全部家電ね、あの4品目をこうリサイクル券パッと貼って出したら引き取ってくれるもんやと思ったら、そうじゃないんやな、うん、A グループとか B グループとかしてるメーカーごとに ね、 あ、メーカーごとに、はいはい、ところがやな、それに該当しない洗濯機、例えば、うん、あの密輸された、密輸じゃないな、輸入されたやつとかありますね、だからそんなん、それグループ入れへんからどうせねいう話になってもらうな、キャラクターのついた冷蔵庫とかね、そうそうそうとか、子供用のやつとか、オリジナルで作ったやつとかね、あだからそれをね、すごい知らなかったなと思って、ね、うんうん、現場ならではの話だよ、これ、そう本当によ、そう現場ならではの話だよ、これ一回もうボロボロになりすぎて受け取ってくれなかった時もある、うん、え、そんなんもなんか外側外れたり、そうモーターが外れたり、回ってない手をなしてないやつな、そうなんですよ、処理のラインに入っていけないからって言われて、まあ現場ならではや、そのリサイクル券も買ったのにっていう、まあね、それも雑品スクラップの話につながってくるんですよね、はい、またね雑品スクラップの話は後々やしていただくとして、うん、まあ、そういうのもねすごい勉強になって、あの本当に、まあ、あの重鎮なんでね、お二人とも、うん、結構あのお二人と施設見学いろいろ行かせてもらってるんですけどまあまあ面白いです本当に、はい、でまあ、 あのコンサルつながりで言えば、あの大阪産業廃棄物協会の辰野さん、うん、ね、相変わらずクールでしたよね、岩田先生まあ彼はそれが持ち味なんで、うん、キャラクターですよね、そうそう、あのね、僕らみたいにこうなんか横道にそれたりとかせずにねそうあの大学の先生で言うたらもうきっちり祖先生おるやんか、うん、いてるんよ、もうきっちり祖先生根拠もしっかりとして、彼そういうところで、ね、ある意味 僕は頼りにしてます実はね、うん、彼のその、性格的なところも含めてねやってます、で彼が、はい、まあそうです、あの2冊目ね、うん、本2冊目っていうか改訂版ですね、出てます、うん、これ通知文なんかが特にあのしっかりと入ってるんやけども、うん、あのね法律出てきたらその根拠、あの何かの解釈せなかったら根拠ってなかなか探しにくいじゃないですか、そうです ね、 ね、ところが彼そんな好きでね、まあまあそういう仕事大学で大学院でそういう勉強しておったので、あのレビュー論文なんて作るとね、もう根拠だけでももうすごいしっかりともう通知から何からもうそれに引っかかるやつは全て書いてあるよ、うーん、これは私は非常にこうアーカイブじゃないわ、あのレファレンスとしてあの非常に重宝してますね、それはあれですよね、うん、やっぱりあの廃棄物処理の管理者とかあの実務をする上ではやっぱりあの読んどくべき一冊ですよね、うん、あった方がいい、レファレンスってそのあの辞書みたいにねそばにあった方がいい、絶対あった方がいい、であの特にねあの、初心者の人は別にその辺は気にしないんだけども、うん、そこそこあの重ねていくとね気になることでいっぱいあるよね、うん、あの物の種類にしてもそうやし、これ実際とやる、うん、それが過去に通知で判断されていたりとかあるんよ、うん、それを調べるときこれ非常にあの頼りになる本ですね、うん、辰野君渾身の一冊やからこれ、うん、他にも出してるんやけどね彼はね、あの過剰式とか出してるんだけども、これはもう渾身の一冊で、うん、これにもかけとるねっていうか、あの本当にあのいい本だと私は思ってます、はい、うん、であの辰野さん、うん、実はねあの奈良県の奈良県と奈良県参拝協会主催 の、うん、あの研修会でもちょっと通知文 の、 あの解説の方の講演をね、うん、あのしていただいたんですけども、すごく分かりやすかったとかあのすごく勉強になったという感想も多かったの で、うん、でね、あの多分本もあの廃棄物の実務書ってすごく分かりにくいもの多いじゃないですか、例えばあの通知文とかでもについて書いてる本も他にもあったりしますけど、すごくなんか仰々しい表現が多かったりとか分かりにくかったりすると思うんですけど、辰野さん の、 あの本はすごく読みやすくて、で、まあ、最初ね一回読んだくらいだったらちょっと初心者の方には難しいかもしれないんですけど、初心者じゃないねこれ実は、あのある程度中級レベル以上やねこれ実は、中級レベルって言うとある程度、まあ、うん、廃棄物処理法のことが分かってて、うんうんうん、そうそうっていう方向けですよね、うん、そう、で彼とは私コンビでいつも毎年あの徳島県の実務者研修会行かせてもらって、うん、そういうことを彼にやっていただいて、あと実務的な本当にあの
3点セットやね、委託研究マネジメントについて私が受けて現場の話をしているという、うん、コンビで今行ってますんですよね、はい、そこでもやっぱり分かりやすいというかね、その、うん、無駄がない、俺無駄がない、私無駄だらけやけど自分で言っちゃった無駄だらけやけども、だけどこう無駄も大事だと思う人間だから、まあバランスがそれで取れてるんでしょうね、無駄がないのと無駄だらけとね、そうそうそう、もう無駄がなくて、の場合は非常に答えがシンプルに返ってくるんで、そうそうそう、あのうちの新人とかも辰野さんの研修とか何回か見に行ってると、うん、あの本当に分かりやすくてそのままもうお客さんに伝えたらいい情報だけっていう感じなので、そう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 、助かったって言ってますね、うん、だからまあ講師とね、そういう タイプで言えば、うん、彼と私たちとね、あのプラスマイナスで大体どっちがプラスやマイナスやるかなって、あえてそこはね、どっちかマイナスそうそう、どっちかマイナスバランス取れてるという話かな、うんうん、だからアンケートなんかね2通りやで、だから辰野君をあの評価する人もいて、あ、私もだけどね、だからいろいろあるやん、そのあります、あります、うん、聞きやすさとか ね、 そうですね、まあ、ね、好みがありますもんね、好みがあったりするからね、うん、まあ、だけどあのこれ本当にレファレンスとして私は非常に頼りにしてます、はいはい、でもその辰野さんがね出てもらった会は、改正法29年、うん、ね、平成29年改正法の解説をしていただいて、うん、でその時にマニフェストの罰則が変わったということを、うん、まあ、お話しいただいてるんですけど、まだまだあのそのマニフェストの罰則が変わったことを知らない人がいるんじゃないかなと私は思うんですけど、うん、虚偽記載とか、ブランクあったらね、ブランクって空白ね、空白ね、うん、あったりすると、そう、罰則が50万以下の罰金、半年6ヶ月以下の懲役だったかな、うん、倍になってたね、1年以下の懲役、100万以下の罰金だったんで、かなり重い、ね、あのペナルティーになったということでね、うん、だからね、あの4月に新入社員として入社された方はね、ぜひあの辰野さんのその、 あの出演会をアーカイブでもありますので、あのちょっと復習がてらあのご覧いただいたらいいかなと思います。あの29年の改正法についても解説分かりやすくあのハキハキとしてもらってるのでハキハキとなので、あのまた見てもらったらなと思います。で、大阪参拝協会つながりで言えば、循環型社会を科学するということで参拝フォーラムについてお話しくださったあの片渕さん、あの大阪青年部のを代表して、うん、あの来てくださいました。岩田先生も演劇のね、昔演劇やってたんやねっていう話で盛り上がってましたけどね、あのまあまあ楽しい感じで、そうですね、うん、あの大阪参拝協会の結構あの青年部、私初代から昔ね青年部で始めた、はい、あの大阪人特有のね、何かやったろかとかね受けたらええなとかね、そういうアプローチするんで、で初めの頃は演劇でね、あの、お客さんにこう分かってもらおうという、うん、吉本のノリやねみたいな、そうですね、ああいう、うん、コント仕立てのみたいなやつね、うん、その劇団オーライというプロのね、あの演劇の、団体にお願いしたことがありました。でその後ちょっとブランクあったんやけど、フォーラムみたいなことやったんだけども、ちょっともう面白くなくなってきたんで、今回もっとあのアカデミカルにねなっちゃってなって、ちょっとテーマとしたら、いいことはいいんやけどね、配信者にとっては非常に勉強になると思います、今やってることはね、はい、循環型社会を科学するっていうね、うん、このテーマで、見る、なんていうかな、学ぶとかね、はい、そういうテーマごとに巡るとか巡るとかね、はい、やってるんで、それはそれでいいかなと思ってますね、はい、はい、でまあフォーラムではないんですけど、岩田先生も登壇された京都の、環境シンポジウムでしたっけ、うん、2月にね、うん、その主催者の、うん、である、京都府産業廃棄物3R 支援センターの山田センター長をゲストに迎えて、はい、京都府の 3R 戦略事業についてお話しいただきましたよね。そうでしたね、はい、山田さんと私、山田さんが京都府庁の現役の頃からの付き合いで、なかなか思い切ったことをやってくれる担当者だったんで、ずっとね、親しくさせてもらってます。はい、はい、スリアル支援センターというのはなかなか一般社団法人なんだけども、なかなか機能とすれば、こんな我々のみたいなね、表にこう情報発信する団体だよね。そうですね、うん、うん、だからそういう意味では近しいかなという気がするんで、またね機会があれば山田センター長にも出ていただきたいなと、うん、本人もね、さっきの
井上さんじゃないけど非常にね不本意や言ってました初回はね皆さん緊張されそうと思って山田さんもね多分出たがってると思うね今度は、うん、非常に不本意でもっとちゃんとあな何ていうかなもっと砕けたかったと言ってましたもっとまあね、うん、あのちょっとテーマがねあの 3R 支援事業についてと IoT でちょっともうほやほやのねそうそうテーマやったんであの今度は砕けていただいてそういうことですもう少し砕けたかったみたいでした、はいはいはい、出ていただいたらなと思います、うん、で、まあ、3R あの京都府の 3R 戦略事業ではですねあの私も寺井君もちょっとあの人材育成の方で 3R カウンセラーの育成事業の方でですねあのご協力させていただいてましてで多分今年度もあの協力することになるかなと思ってますのであの今後ともねあの情報発信の方お互いにやっていけたらなと思います、ね、こうやって見てみると経営者から協会関係者行政機関の方々といろんな人にゲストに出てもらってましたね寺井君どう思いますもともとこの参拝業界の、うん、もう僕も営業してて、はい、同業者、処理業者同士の話はするんですけど、はい、立場が変わるとね皆さんこの業界に対して思っておられる思いとか考えが全然違うんで、うん、いろんな人からのいろんな角度からのこの環境分野に対しての目線とか考え方を知れたのは面白かったですし結構皆さん熱い人多いですね。そうですね出られる方とかね、岩田先生のつながりが深い方もたくさんいらっしゃいましたもんね、うん、はい、そうですね、はい、うん、ということでねあのこれからも、まあ、私もあのいろんなところで知り合った方とか岩田先生もあのつながってる方とかもちろんあの寺井君も知ってる方とかどん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 ねゲストに出ていただいていろんなあの立場からあの情報発信の方していただけたらなというふうに思います。はい、それでは、今週はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、次は先生教えてのコーナーです、その前に CM です。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV Facebook ページから。はい、それでは先生教えてのコーナーです、はい、今回も有料参拝処理業者認定制度について教えてくださいということで、はい、前回はこの制度は処理業者の情報公開だということを教えていただきましたが、今回は認定を取得する概要をサクッとサクッと、はい、そうですか。なかなか難しい、ね、サクッと ね、はい、情報公開が進んでないっていうのはね、うん、いわゆる 本来の情報と現象面的な情報、見た目やな、はい、見た目でも進んでないやじゃないですか。例えば最終証明が山の奥にあったりとか中間処理工場遠方にあったりとかね、なかなかいわゆる見た目での情報公開とか情報が取れないことがあったりとか、それとあとは、はい、中身的なことね、経営資源的なこともなかなか見えなかったので、そういう意味でも情報公開 を、求めているのがこの制度やね。でこの制度いわゆる、この認定基準というのがあって、はい、5つあります。5つのハードル、5つ、我々5つのハードルと言ってるんだけども、はい、1つ目が順法性にかかる基準、2つ目が事業の透明性、はい、これ情報公開のことやね、はい、透明性にかかる基準、3つ目、完了環境配慮の取り組みにかかる基準、うん、それと4つ目が電子マニュエストにかかる基準、で5つ目が財務体質の健全性やね。これがまたね大変、財務体質の健全性、5番が一番ハードル高いようになりますね。高いですね、うん、これは心理的に、ね、高いよ、うん、経営者のね心理的に高い、うん、あとはハード的というかね、仕組み的に高いのは環境配慮の取り組みにかかる基準やね、うん、ISO とかね、ISO とかね、環境マネジメントシステム、システムを所得さなきゃいけないことね、うん、この5つがある。で、はい、1つ目の順法性っていうのは、まあ、法律を守ることやけども、順法性から認定、この有料認定の場合は5年間過去5年間において不利益処分を受けていない、行政の不利益処分、行政処分とか受けてないっていう、そうだね、うん、行政処分受けてないとかね、この、うん、まあ、前回の更新時から5年間やから、新規の人はあかんことやね、3年とか4年ではダメ、一旦更新を受けてからでないと取れないってこと、だから5年更新を受けないと取れない、実は。だから去年取って今年に申請しようか思ってもこれはできない、うん、
まあまあそれがやっぱりハードル高かったですね。それも高いね。5年間続けるよね、うん、日本の企業は1年2年目ぐらいでも8割ぐらい潰れちゃうからね、会社はね。みんなそうですね、大体1年持つ会社が今少ないですよね。そうそうそう。で3年目に残ってるのが3分の1、もっと少ないと思う、うん、5分の1ぐらいと思うね、残ってるのがね。5年だったらもっと数字低くなりますもんね、うん、低くなってくるからね。だからそうだけど実績が必要やいうことやね、うん、ね、そういうことね。でまあ、例えば不利益処分というのは、特定の不利益処分がないかというと業務の停止命令とか、うん、施設の改善命令なんかを受けているいう場合ね、この場合はダメだということ。で2つ目の事業の透明性、はい、これがちょっとね、なんか、情報公開 の基盤をなすんやけども、はい、法人の基礎情報とか取得している参拝書類の許可の内容、うん、それと施設の能力や維持管理状況、はい、それと参拝産業廃棄の処理状況など、インターネットを利用する方法により公表やね。うーん。ということは、例えばその紙ベースで置いておいてもあかんねん。そうね、会社にね。だけど一番確かなのはね、うん、原本を見ることやね、本当は。まあそうですね。わかる。本当はね、物事の、まあ、今国でね、いろいろやってるじゃないですか。その改ざんがどうやこうやね。あ、今流行りの改ざんですね。改ざんね、うん。原本を見ることが一番確かないよ、はい、原本出せへんやろ今、うんうんうん、これね、で改ざん後のやつを出してどうこうしてるでしょ、うん、な、まあ、話はちょっとそれだけども、はい、原本を見ることが一番確かなのにインターネットの公開を言うてる。まあ、ちょっとよう分かりませんけど、インターネットに移し替えるときに改ざんできるやんやろと思って。うん、でもまあ、まあ、それを求めてない、インターネットで、まあ、そうそう、インターネットからね、公開っていうことを言ってね、はい、でインターネットを利用する方法により公開やから、うん、利用するんやから、これ実は振興財団、うん、公益社団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営している参拝情報ネットでも構えない、うんうん、そこ借りても構えないことやね、借りて、はい、ホームページ作らんでもそこでもいいと、そこでやっても構えない、うん、か、それもしくは自分のところでホームページを作る、うん、その2通りね、はい、で、情報を公開してくださいよということになってね。でおまけに一定期間、申請するときの前6ヶ月間はから始めなあかんから、これまた大変な6ヶ月間 で、ね、その後はずっとだから、うん、いわゆる情報リテラシーやね、会社社内にもそういう、うん、ネット環境を維持できる人、管理できる人が必要やということになります、うん、はい、なかなかハードル高いですけど ね、まあ、頑張っていってもらったらなと思います、はい、そうですね、はい、ということで続きはまた来週ということで、はい、お願いします、はい、今日も明日も一日ご安全に、ご安全に、はい、また来週、はい、また来週。